はいはい、おはようございます。皆様、あの、世界激震でございます。ガチで激震でございます。え、なんとですね、西側諸国がですね、え、ウクライナにですね、提供している、え、ウクライナの領土を守るためにだったら使っても構わないですよというですね、破壊力マックス、破壊力マックスのですね、巡航ミサイルを、なんとウクライナに対して、ロシア領土を攻撃するために使ってもいいですよ。俺たちが提供した破壊力マックスの巡航ミサイルをですね、ロシア領土を攻撃するために使っても構わないですよという許可をですね、出す雰囲気になってまいりました。なんとね、これ これ、異例中の異例、アメリカのですね、ブリンケンさんと、あイギリスのですね、ラミー国防あの外、外務大臣がですね、二人揃ってたよ。これ、こんな初めてですよ。アメリカの国防大臣と、イギリスの外務大臣が二人揃って、ウクライナのキエフを訪れます。ウクライナのキエフをですね、本日訪れてですね、どうもこのミサイルのですね、使用に関して話をする状況になってまいりました。そうしてね、もう一個、もう一個、これ、日本重くそ関係します。なんとですね、アメリカが新たに開発をした、<laughs> 中距離ミサイル中距離ミサイルシステム、タイフォンが、なんと、日本。 日本に配備をされる。日本に配備をする計画があるということが公表されました。で、これですね、この手のミサイルシステムっていうのはですねあの、開発自体をやめようという話になっていて、一旦アメリカもやめていたんですよね。でもね、この感激を抜いて中国はですね、どん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 この手のミサイルシステムをですね、開発をしてきてですね、軍事力の差が詰まってきてしまった。もうこれ以上はですね、我慢できないという形で、官人袋の尾が切きりだ、アメリカがですね、ガチで開発をした、で、敵国を攻撃するためのミサイルシステムなんですよ。ちなみにこれ、日本から北京を がっつり攻撃できます。日本からね、中国の首都北京をがっつり攻撃できるミサイルシステム。これが日本に配備をされる計画があるということが発表になりました。はい、ということで、ね、これ、気な臭いニュースだ、気な臭いニュースだけどこれ、速報で2つ入ってきましたので、ちょっとですね、あの、この2本お伝えさせてもらいます。どうも、やめこばさん、デーさん2回目だね。えっとですねえ、まずね、やばいのはですね、こっちでね、ウクライナに提供していたね、ミサイルがあるわけでございますよ。ね、あまりにも破壊力がでかいから、ね、ウクライナさんとロシアを攻撃するために、このミサイルを使わないでくださいね。ロシアが攻め入ってきたら、そいつらを撃退する。 するためだけに使ってくださいねって言って、えー、供給していたですね。このストームシャドウと呼ばれるですね、イギリス製の巡航ミサイルがあるわけですよ。ね。でも他にもあるんだけどさ。でこれをですね、ウクライナのあロシアがですね、領土を攻撃するためには使わないでねという約束があって、やっぱずっと使えなかったんですよね。ゼレンスキーはね。えー、でもですね、これね、今ね、あのウクライナって応声をしれないですか、えー。昨日もですね、もう大ニュースで動画がいっぱい流れましたけれども。 あの、モスクワ近郊にですね、あの、ウクライナがですね、140機以上のですね、あの、無敵ドローンを飛ばしましてですね、ほら見てみよこれ、モスクワの横よ、これ。こんな感じでですね、もうあの、ロシア領土ですね、攻撃をしまくっているという状況あるじゃないですか。ちょっと読んでみる、このポストね、これ誰だろうな。え、報道ステーションだね、これね、はい。<laughs> え無人機が、住宅を直撃、モスクワ近郊で初の死者とね、え、夜中からですね、未明にかけて無人機による攻撃がありまして、一般人が住む高層住宅が破壊をされ、え、女性一人が死亡と、ロシアの首都周辺で犠牲者が出るのは 実はこれ初めてなんですよ。で、で、住民、モスクワ州までドローンが飛んでくるなんて、国境近くの人の生活はですね、もう想像もできないとね、あの、ウクライナとロシアの国境の人々はどうなってるんだろうってことだよね。え、ここにいても怖いのに、どう暮らしてるのかなと。え、ロシア国防省はですねえ、防空システムは144機のドローンを撃墜した、半分は西部のブリアンスク、え、それ14機はクルスク、20機はモスクワ州のえ上空でそれぞれ撃墜をしたと言ってるんだけれども、いや、これ人死んだからね、ついにね。 こんな感じで押せ押せの状況ではあるんですよ。でもね、実はね、このね、西側諸国はどうしてこんなに慌ててミサイルの許可を出そうとしているか、それ実はね、発端はね、中東なんですよ。発端は中東なのよ。ね、あの困った国イラン、あの困った国イランがですね、なんとロシアに対して弾道ミサイルの供与をしてしまったんですよ。弾道ミサイルの供与をしてしまったの。で、これにですね、西側諸国がガチ切れをしてですね、ドイツとフランスとイギリスがですね、イランの制裁に踏み切ったっていうところでもあるんだけれども、でもね、でもね、<laughs> このね、イランからですね、ミサイルをね、あの、供与されたロシア側、数週間以内にこれ使用してくるぞと、この弾道ミサイルをウクライナの首都に向かってですね、数、数週,週間以内にロシアはこれ使用しかねないぞっていうニュースがね、昨日ドーンと流れたんですよ。ちょっと見て、これちょっと軽い、こういう見るか見るかね。え、ブリンケンアメリカ国務長官は10日、訪問先のロンドンで、ラミー、イギリス外務大臣と共同記者会見をして、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対して、イランが短距離弾道ミサイルを供与したと、えー、明らかにしました。えー、すでにロシア側に引き渡されていて、数週 1週間以内にウクライナ攻撃で使用される恐れがあるんですとで、これ弾道弾ミサイルはですねこれね大被害が出るからね レベッチの大被害出るからね。で、あの、ミサイルの供与を受けまして、アメリカとイギリス、フランス、ドイツの4カ国はですね、10日、対イラン追加制裁の実施を発表しました。ね、アメリカ政府がですね、イラン国営、イラン空港などに制裁を課したほか、イギリス、フランス、ドイツの3カ国がイランとですね、航空協定の即時停止を表明しました。航空便の運航がなんと宣言をされます。制限されます。で、イランが供与したのは、射程距離120キロの弾道ミサイル。イランはですね、20 2023年、ミサイル数100発を供与する契約をロシアと交わしてしまっていまして、ロシア軍関係

このね、イランのね、アホの動きからですね、これね、ついにここまで話は繋がってしまうんですよ。いきますよ。えー、アメリカとイギリスの外務大臣、なんと11日にキーウを訪問、ロシア領への兵器使用をめぐって協議と。これもだから大急ぎでですね、あの、ウクライナ側にも反撃の体制を整えないとですね、弾道弾ミサイルが100発飛んでくるんだよ。ロシアから。 だからアメリカとイギリスは焦ってるんですよ。でもこれ紛争大拡大だぞ。どうすんだこれ。はい、行きますよ。アメリカ国務省は、えー、10日、ブリンケン国務長官とラミーイギリス外務大臣が11日にウクライナの首都キエフをですね、訪れると発表しました、えー。アメリカとですね、イギリスの外務大臣が揃って訪問するのは異例中の異例でございます。えー、対ウクライナ支援や欧米が供与した、えー、長距離、えー、兵器のですね、ロシア領内への使用などをめぐってゼレンスキー大統領と協議をします。えー、欧米はですね、イ、え、ギ、ー、リス製のですね、巡航ミサイルストームシャドウなどを、えー長 兵器のの使用制制限限をを求める一方ですすねウクライナは制限の撤廃を主張しております13日にはですね、ワシントンでバイデンアメリカ大統領とスターマーイギリス首相が会談をする予定です。ブリンケン、ラミー両氏はですね、首脳会談に先立って、ウクライナ側と制限の扱いなどを調整すると見られております。両氏はですね、10日ロンドンで会談をして、対ロシア制裁、パレスチナ自治区、ガザのですね、停戦交渉などでも意見交換をしました。ロシアをですね、支援するイランに、イギリスとアメリカが団結をして対抗する必要があるとの認識で一致をしました。ブリンケン氏はですね、記者会 県でロシアがイランから短距離弾道弾ミサイルの供与を受けまして、数週間以内にウクライナに対して使用する可能性が高いとの見方を表明です。えー、アメリカのですね財務省はイランとロシアに拠点を置く十億十人6団体への制裁を発表したという話でございます。でこの本日行われる予定の、えー、このウクライナとですねイギリスアメリカの話の内容によってはウクライナからロシア領土に巡航ミサイルが発射されます。ガチですよ。ちょっとこれ成り行きを見守りましょう。で日本だよ。 日本ですよ。中国の脅威に押されている日本に、アメリカの国防総省が中距離ミサイルシステム、タイフォンを日本に配備する計画を明らかにしました。これで中国はガンギすると思うよ。これね、フィリピンにですね、一時的にね、あのね、えっと、これね、えっと、この、タイフォンって配備をされていたらしいんですよ。で、その時にも中国共産党がウわーって大騒ぎをしていてましたから、これが日本に配備をされる。しかも多分ね、長期的な配備なんですよ。 で、台湾に手を出したら、このミサイルがね、あの、発動する可能性があるんですよ。だから中国としては、もう、手も足も出なくなったんじゃないのと思うんだけどね。でもちょっと怖いよね。で、でこれはね、今後ね、あのね、実際に配備をされたら、スーパーウルトラ大ニュースとして、最悪新聞が発表する内容になると思いますので、今のうちから頭に入れといてください。サクッといきますね。はい、アメリカの国防総省、中距離ミサイルシステム、タイフォンを日本に配備する計画を明らかにしました。いきますよ。アメリカの国防総省は、インド太平洋地域の安全保障を強化する一環として、新型のですね、タイフォン 中距離ミサイルシステムを日本に配備をする計画を進行中であることを明らかにしました。9月の4日、アメリカ陸軍のクリスティーン・ウォーマス長官はえ、ワシントンで防衛安全保障に特化をした専門メディアえ、ディフェンスニュースが主催をするシンポジウムに出席をしまして、8月の初めに東京を訪れた際に、言及した問題について話をしました。えこの、ね、日本訪問中ですね、ウォーマスさんはですね、日本の防衛大学、防衛大臣、はい、木原防衛大臣と会談をしていますえ。ウォーマスさんはですね、多領域作戦部隊が演習などを通じて、日本で活躍するこ とことをですね。アメリカは期待していると述べました。このですね多領域作戦部隊 MDTF と呼ばれるものはですねアメリカ軍の新しい作戦部隊でございまして、その編成にはネットワーク、電子戦そして遠距離火力が含まれていると。そうなんだね。これネットワーク、電子と遠距離火力ってすごい組み合わせなん、ね、でしょう。こういうのもね。 将来的に MDTF はアメリカ陸軍の基盤になりまして、中国共産党やロシアとの戦闘が発生した際には、この部隊の空中、宇宙、海上、ネットワーク、そして陸上のですね、様々な領域で敵に対抗できるようになります。ちなみにね、宇宙省を作ろうじゃないかって言ってるのはですね、あの、あれだよね、あの、自民党のね、総裁選の話なんだけれども、宇宙省を作ろうじゃないかって言ってるのは確かね、小林、えー、あの、小葉ホークだけですよね。小林武之さんだけですよね。 ちょっとそういう意味では期待だね、彼にはね。はい。そしてですね、えー、MDTF は中距離能力を、中距離能力を備えた陸上発射ミサイルシステム、別名タイフォンシステムを装備しています、えー。このシステムはですね、1000マイルを超える射程距離を持つですね、トマホークミサイルと射程距離290マイルのスタンダード6型ミサイルを発射することが可能であると。えー、ウォーマス長官は私たちは <coughs>、日本のですね、自衛隊に対して私たちの意向を示したと述べました。長官はですね、将来的にアメリカ軍が日本の南西諸島に装備や兵士を展開する可能性があることを知って 適用していますといや、わかるでしょわかるでしょ台湾有事が起こったら、やっぱりここ戦場になるんですよ。ね。そして南西諸島は台湾に非常に近いため、中国共産党がアメリカと衝突をする可能性がある、ホットスポットの一つと見なされております。えー、またですね、そのような、どのような装備も、日本が受け入れられるスペースで、ペースで行われていくであろうと述べました。だからそんなにいきなり配備をしたりするから、知るわけではないから安心しなってことですよね。で、以前にはですね、台本システムが日本に派遣されたことは実はなかったんですよ。だから大騒ぎになるんですよ。これ今後ね。はい。 引き続き話し合うことを楽しみにしていると述べました、えー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 、地域協力についてですね触れる中でウォーマス長官は再度ですね日米韓のですね <coughs> 同盟関係の重要性を強調して、これがアメリカにとって大きな利益をもたらすと、私はですね、中国共産党によるこの地域での多くの脅迫行為が、日本と韓国の相互協力を促進する要因の一つになったと信じていると語りました、中国共産党に対する抑止力と地域安全保障の強化とね、ね今年の4月ですね、佐ク,ク2部24の演習の一環として、ワシントン州にとあるですねアメリカ陸軍第1タリオキ作戦部隊はですね、フィリピンに大砲ミサイル発射機をですね派遣をして、北のです、ね、ルソン島になんと 展開をしましまた、えー、これはで、さっき言った通りでしょ、さこれはですね、アメリカが2019年8月に、中距離核戦力撤廃条約から脱退して以来、初めて外国に地上配備ミサイルを展開することを示しております、えー、中距離核戦力は、えー、核戦力全廃条約は、1987年に署名をされまして、アメリカがですね、はい、射程500キロから5500キロメートルのですね、5500キロって超すごいんだけどね、えー、メートルのですね、えー、陸上発射型弾道ミサイルおよび巡航ミサイルを所蔵、所有、製造、または死者することを長期にわたって実は禁止をしたんですよね。世界は一旦 平和に向かったんですよね。しかし、アホの中国が、えー、中距離核戦力全廃条約には参加をしおらず、近年、ミサイル兵器の開発を、急速にアホの中国は進めてきました。これを受けて、トランプ政権は、この条約ね、えー、ミサイルを開発しませんという、この条約からですね、撤退をしまして、アメリカの武器庫の再構築に取り組み始めたわけでございます。えー、正しい判断だよね、これはね。えー、今年の4月、大砲ミサイルシステムが、フィリピンに数ヶ月間配備をされた、えー、射程はですね、1000マイルと見込まれて、このミサイルが北ル村島から発射をされるとしゃ、えーしゃ、中国のですね、上海に到達することが可能で、 これは中国共産党に不安を引き起こしました。え、フィリピンはですね、台本が9月に撤廃することで撤退することを発表しております。え、ウォーマス長官は9月4日のシンポジウムで数ヶ月にわたる進展が今後の模範となるであろうと述べました。また、彼女はですね、ワシントンがフィリピンなどの地域の同盟国と引き続き対話を行って、台本システムを、えー、え、インド太平洋地域に配備をすることを目指していると述べました。また、長官はですね、アメリカ陸軍の目標は国際日付変更線の西側に位置をするインド太平洋地域において、毎年6ヶ月以上の期間、 できるだけ多くの信頼性のある戦闘能力を維持することであると述べました。え、台本システムについて言及した際、ウォーマス長官は、これは非常に印象的な能力でございますと。え、このような戦闘能力を示すことによって、その地域の抑止力を強化することが可能となるであろうと。これが中国共産党の関心を引いたと思いますよと述べました。ね、これが日本に配備されたらね、中国共産党ね、簡単にガチモンの手出しはできなくなるよ。あのね、ちょっかいは増えます、絶対。嫌がらせは増えるんだけど、ガチの手出しはできなくなりますからね。絶対に。早を配備してほしいよ,よね。8月の初めに日本の陸上自衛隊 代表団がワシントント州ににあるルイス・マッコードを、えー、統合基地に、えー、訪れました。この訪問はですね、日本における同様展開の基礎を築くものとも見なされております。アメリカの国防総省の最新の人員統計によればですね、日本にはですね、えー、5万5000人の米軍が駐留しておりまして、えー、これはアメリカ本土を除いて、他のどの地域よりも多い人数になっているという形で準備進めていますというお話でございました。はい、ということでですね、これね、えー、こっちのですね、台本のニュースに関してはですね、あの、ちょっと頭にマジで入れといた方がいいと思います。今後ね、多分ね、国会でもがっつりこの話は出てくるし、えー、日本の 世論を二分するような話になりかねないんでね。そして今日のニュースとして一番覚えておいてほしいのは、ついにウクライナがアメリカを攻撃、アメリカ攻撃した。大変だ。ウクライナがロシア領内を攻撃するために、えー、西側諸国、イギリスとかアメリカが供与した巡航ミサイル、長距離弾道弾ミサイルをロシアに向けてウクライナが発射する可能性が極めて高くなりました。で、これね、多分ね、オッケー出すわ。 だって、イランがアホみたいなことをやったったもん。これイランのせいだよ、これ。イランがロシアに対して弾道ミサイルを供与してですね、これが数週内、間以内に、ウクライナに向かってね、こ使われてしまうという話になったんですよ。それはウクライナだって反撃の準備整えるよ。さあ、これ目が離せない状況になってまいりましたので、またね、シンボリックなね、話が出てきたらですね、皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、今朝の動画を終わりたいと思います。バイバイ。